はい、皆さんこんにちは、ギガプロキンです。今回はですね、ジョジョ SS での、ガシャ動画になります。僕が、ジョジョ SS ね、リスナーさんからジョジョ SS はやってないんですかとかいうね質問も多々受けたんですが、その時はね、引退しましたというふうには一応言ってたんですが、実は裏では、やってました。はい、裏ではねこっそりやってました。まあ、僕もっつりなんでね、はい、そういうところあるんですはい、許してください。というわけで今回はですね、ガシャ動画、今回はですね、何を引くのか、というと、このフォルマレフ限定ガシャですね。これは、この黒属性のアノビスフォルマレフですね、アノフォルが、確定で、出ますね。USSR、ガシャ、初回割引サービスがあって、ダイヤ25個で、9連できると。さらに、今回は、7プラス2回のガシャの3セット目に引いたおまけとして、アノビスフォルマレフ SSR 黒、刀剣に宿るスタンドということで、これがね、確定でもらえる、当たるということで、こいつがね、とりあえず、先日から結構、こいつのガシャ来てましたけど、この、期間限定のユニットなんですけどね、こいつね。はい。期間限定のユニットということで、そいつが確定で当たるということで、ちょっと自分は様子見をしてたんですよね。黒のアルミスポルナルフは、もう、ガシャはとりあえずちょっと引かずにですね、あまり、ポルナルフ自体もあまりキャラーいいとかっていうのもないし、強さはまあ普通に強いんですよね。こいつね。はい。恐怖無効と、狂気耐性ですね。はい。で、コマンドスキルも強いし、アビリティがね、10ヒット目まで、接触するたびに、アタック 50% と移動速度が上がるっていうね、なかなか味のあるアビリティですよね。これがね、99ヒット目までとかならかなりやばいと思うんですけど。で、リーダースキルで、増援に来た、敵のカウントプラス1、スタンド使いのアタック 40% と、HP 20% アップ。ということで、かなり、強いんじゃないかと、個人的には思ってるんですよね。で、まあ、こいつが、9連ガシャ3セット目には必ず当たるというわけですよね。はい。しかもこいつは期間限定のユニットなんで、これはちょっと無課金じゃないんでね、自分はね。ほぼほぼに課金税なんで、普通にこれはもう、ここで引くべきだろうということで、今回ガシャ動画を出すことになりました。はい。ちなみに、他にも、今回はポルナレフのみが、出るということで、他にもこういう、アバポルですね。アバよっていうと、やつと、この、アノビスの緑の方の、アノビスですね。こいつも出ますし、あとは、こいつ、これは、だいぶ前のユニットなんですが、このドブサレガーということで、こいつは普通にまだ強い、現役で強いですね。で、他にも SR のアニメビジュアルとかも当たるという、SR とかね。ということで、ちょっと前置きが長くなりましたが、ガシャ、行ってみましょうかね。はい。初回は25個、ダイヤ25個で引けると、1回目はね、はい。1セット目は25個。で、2セット目、3セット目ってなってくると、ダイヤ35個。なんで、全部で95個使いますね。はい。それで95個使って、SSR、普通ならね、SSR、目的の SSR が出ないとかっていうよりは、絶対確定なんでね、こいつがね。はい、こいつ、うっしゃーということで、こいつ確定なんで、しかもね、期間限定ユニット。もう何回も言ってますね。僕はくどいですね、本当にね。はい、期間限定ユニットなんで、いつ、何時、このあいつ、こいつのアビリティがね、必要になるのかっていうのはわからないんで、とりあえずもう1体はゲットしておきたいということで、今回までね、このガシャが来るのはそんな、想定はできなかったですけど、ね、ダイヤも、75個ぐらいまで貯めてました。そして、30個ほど補填したという感じですね。はい。
というわけで、ちょっと長々となりましたが、ガシャ、行ってみましょうか。はい。1セット目は25個で引けるということで、さあ、行ってみましょう。ダイヤ25個を、使用してダイヤガシャを引きますかと。はい。引きます。ガシャを引く。さあ、ポーナレフ祭りになるのか、これは。さあ、どうなんだ。さあ、お、金ポアで、しかも走ってるぞ。稲妻走ってる。さあ、ドラララララララから。おっと、いきなり、SR のポルナリフですね。はい。はい、どこどこどこで、はい、ポル、R のポルナリフ。はい、どこどこね、走ってるけど、あ、まあ、SR、お、ドラララララ、お、あー、アニメポルナリフ。はい、どこどこ、どこどこ、はい、SR、お、ドラララ、はい、アニメポルナリフ。さあ、どこどこで、上がらない。アニメビジュアルのポルナイフ。ドラララで、またアニメ。はい。どこ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 で、はい。SR ポルナイフ。はい。ということで、こんな感じになりましたね。1セット目は。SR と、まあ、R ですね。まあ、割と、画面に映ってる左下の、はい、アニメビジュアルのポルナリフは割と絵が好きなんで、まあいいかなっていう感じですね。ただまあちょっと SSR が出なかったのはちょっと残念ですね。はい。おっと、ワン、一回直す。どこどこどこで走ってるか、R と。はい。というわけで、まあ1セット目はこんな感じになりましたね。はい。はい。これは、スキップしておきます。おっと、アビティアップ。はい。スキップしていきましょう。はい。というわけで、1セット目はこんな感じになりましたね。はい。まあ、まあ、ここで、まあ、心配する必要はない。3セット目で、必ず、アヌビス流ポルナレフ、黒、SSR 黒、絶対当たるんでね。はい、安心して引けますね、これはね。はい、美味しいです。はい、じゃあ、2回目行きましょう。はい。さあ、2回目は SSR 出るのか？さあ、どうだ？さあ、お、走ってるぞ。稲妻が走っているが、どうだ、ドラララで、あ、R ポルナレフ。はい。どこどこどこ走っているが、R ポルナレフ。はい。ドラララ走っているが、SR。どこどこ、R ポルナレフ。さあ、ドラララで、あっと、R ポルナレフ。どこどこどこで、あ、SR。どこどこどこで、R。はい。ドラララで、カットイン、怖いですね。カットインが。はい、どこどこどこで、はい、アニメ。こんな感じですね。はい。2セット目は、もう2セット目も SSR は、まあ、特に、SSR は出なかったですね。はい。お、1回直す。からのドラララララで、R。SSR は出なかったですね。2セット目も出なかった。はい。というわけで、3回目。はい。これですね。おまけ付き。ということで、これですね。はい。3セット目は、このアルビスポルナリフがもう確定でもらえるというわけで、安心して3セット目行きましょう。というわけで、はい。ダイヤ。もう、残りはかなり少なくなっちゃいますが、まあ、まあ、ほどほどに課金できる自分としては、まあ、そこまで痛くないので、じゃあ行きましょう。はい。じゃあ、確定の黒 SSR、アヌビスポルナレフお願いします。はい、金ポア。で、ドラララララで、はい、最初はまあ SR。はい、どこで来るのか、黒の SSR。はい。はい、どこで来るの、どの辺で来るのか。はい。どこで。はい。どこ。この辺でね、当たってくれたら、ちょっと覚醒が重なるんで嬉しいんですけどね。どこ。どこばっかだな。どこばっかだな。お、走ってるな。SR。はい、SR。というわけで、SSR は出なかったですね。おっ、ワンで直す。そして、どこどこで、金。で、これは、まあ、アニメ。
アニメっていうか、まあ、まあ、荒木先生の絵じゃないですよね、あれね。はい。というわけで、まあ、サンセット聞いてみましたが、はい。というわけで、おまけで、アヌビスプロナイフですね。はい。全部で3セット引きましたが、SSR はちょっと出なかったですが、まあ、個人的にはまあいいかなと。はい、ガシャおまけ、SSR ユニット、アヌビスプロナイフ SSR をプレゼントしますということで、これがですね、はい、こいつが、はい、ちょっとユニットで見てみましょう。はい、レア度、新着順で、おっと、間違えた。はい、こいつですね、はい、こいつですね、はい、やりましたね。とりあえず、まあ、95個、ダイヤ95個を砕いて、まあ、こいつが確定で1つもらえるというね、おまけがやっぱり大きいかなと。しかもこいつ期間限定ユニットなんでね、期間限定ユニットは一回逃しちゃうと、今度いつ手に入るかわからないっていう、もしかしたら二度と手に入らないかもしれないっていうね、そういう怖さがあるんで、やっぱりちょっとね、ポロナイフ自体にあまりキャラ愛はないですけど、やっぱり、期間限定ユニットということで、ちょっと入手しておきたかったっていうのが、やっぱあったんでね、さあ、加速する剣、なんていうんだ、これちっちゃくて読めないな、これ。加速する剣なんとか、10ヒットまで、適正してくるたびにアタック 50% で移動速度が上昇するということですね。まあ多分このアビリティがね、後々に、まあ今噂されている、まあ黒の、次来る黒の SP ですね。スペシャル。SP の SSR ですね。このアビリティスロットが、5個あるやつですね。はい。5個装備できる。まあ、装着できる SP の SSR で、黒属性の SSR、SP スキル、SP スキルじゃなくて、黒属性の SSR ですね。SP の SSR。で、今度はディオが来るんじゃないかと。前回は、これ、川尻じゃなくて、キラーでしたけど、今度はディオが来るんじゃないかというふうに言われてるんで、そこにはまればいいですけどね、このアビリティがね。まあ、このキャラ、このアヌビスポルナリウ自体も普通に強いですけどね、普通に。増援に来た敵のカウントプラス1と、スタンド使いのアタック 40% と HP 20% ということで、で、コマンドスキルも普通に強そうですよね。この使ってみないと何とも言えないんですが、とりあえず、このブレイクスキルもね、まあ、モンストでいうギミックですよね。はい。恐怖っていうのが、まあ、速度ダウンさせられちゃうっていうやつで、狂気耐性っていうのが与えるダメージがだんだん落ちていっちゃうっていうやつですね。はい。両方に対応しているので、まあ、こいつ自体もかなり強いんじゃないかなとは思いますね。はい。というわけで、今回は、まあ、僕の、チャンネルでは初のジョジョ SS のガシャ動画ということになりますかね。はい。というわけで、こいつを、まあ、おまけで、まあ、確実に手に入れてみたと。ガシャって、確実に手に入れたという動画でございました。まあ、残念ながらね、ガシャでは SSR は出なかったんですが、まあ、他の、緑の SSR のアヌビスポロナリフとか、青のドグサレガーっていう、ポロナリフとか、アバヨっていうポロナリフとかも全部持ってるんで、まあいいかなというところでございますね。はい。というわけで今回はこの辺で終了にしたいと思います。はい。一応ホーム画面で、はい。一応ディオでね、お別れしましょう。はい。ありがとうございました。